今日のですね、ノービジセミナーの内容ですけども、じゃあちょっとタイトルを読みますね。農業新時代、令和の農業経営で成功する方法とは、大規模農業とスモール農業経営の生き残り方の違いって、タイトルはすごくいいですよね。これタイトル考えるの3日ぐらい考えたんですよ。なんでかというと、タイトルって大事なんですよ、内容よりもタイトルが大事なんですよ。で、僕も一生懸命タイトルに負けないような内容を今から喋んなきゃいけないんですけども、まあ、本日の講座のポイントになります。このポイントはですね、やっぱり大規模農業とスモール農業、生き残り方が違う。でも、まあ、そらそうだよねって今思ったでしょ。大規模農業とスモール農業違うよね。じゃあ何がどう違うのかっていうのを誰か説明してくれる人がいるかってことなんですよ。例えば新規農業者が農業をやりたいんですって言った時に、農政課で職員の人がどういう農業をやりたいんですかってなかなか聞いてくれない。何を作るんですかから始まっちゃうんですよ。トマト作ろうと思うんです、ナス作ろうと思うんです、キャベツ作ろうと思うんですって、まあ申し訳ないけどそれ聞いてどうするのって話なんですよね。どういう経営をやるつもりですかっていうことを聞いてあげないと、新規農業者や若手農業者は迷います。これも農協もしかりです、ね、どういうことをやろう、これからどういうふうに時代が変わっていくから何をしなきゃいけない。あ、どっか資料なるところ、どっか小野さんありますかね、資料のところ、ということで今日の内容はですね、ぜひ皆さん方が、しっかりと腑に落ちるように話をしていきたいと思いますけれども、大規模農業とスモール農業がどう違うのか、そしたら必然的に明日からもやることが変わります。まあ今日はそういったお話です。じゃあまず世の中が変わっていたっていうことに、お気づきになられてるかって話になります。でなぜこの話を最初にするかというとですね、大規模農業とスモール農業が違うんだってことを説明するために、わざわざ一回世の中が30年前から変わったって話をしなきゃいけないんです。で、30年前から変わったなんて言ったって、森さんとこの息子さんとか、西岡さんとかまだ20代前半なのに30年前とか知らねえよって話になるんで、非常に言いにくいんですけども、大概皆さん方は30年以上は生きられてること前提で話を進めますね。じゃあ何が変わったのかというと、まあ当然高齢化してますよね。で、人口減ってます、農業人口が減ってますって話。そして、まあ、最近では TPP だの国際情勢で、いろいろ30年前の、僕が農大を卒業したのが平成元年です。あの時ガッとウルグアイラウンドって言ってから初めて牛肉オレンジの輸入が解禁になって、でも30年前から、後でちょっと説明しますけれども、国際の中で WTO の中で関税を撤廃して自由に貿易をしていこうよなんて話はもともとあるんですよね。でもこれが今どんなふうに変わっていってるのか。そして次、それこそインターネット、スマホ、 SNS ですよ、ね、僕が平成元年で、卒業した時にインターネットもなければスマホもなければ SNS もなかったんです。ただ私はですね、変わった農家だったんで、農家のくせに農家でありながらショルダーホン実は持ってましたからね、ハイカラでしょ、益城の田舎の農家の小せがれのバカ息子なのに、なぜか知らないけどショルダーホン持ってたんですよ。で、なぜショルダーホン持ってたかというと、あれですね、月額2万円で通話料が30秒で30円ぐらいだったっけな、もうとにかく高いんですよ。なぜあれ持ってたかというと、求人募集したんですよね、集まる君で。で、集まる君で求人募集するけど、問い合わせする電話は家にばあちゃんしかいないところに電話かかってくるでしょ。だから山下農園で勤めたいんですけど、求人案内見ましたんですけどって言ったら、年寄りばあちゃんが拾うかおらんもんねって言ってしまうわけですよ。そしたら成り立たないじゃないですか。ということでショルダーホーム、まあまあその話はいいんですけれども、ちょっと話変わりましたね。で、次、規制緩和、農業参入、この今日大きくこの4つが非常に農業が変わったポイントになっています。で、この農業が変わったポイントっていうのを、農業が変わったって、世の中が変わったっていうポイントと、大規模農業とスモール農業の生き残りの違いっていうのが、これリンクしますからね。ですからわざわざこの話を先にします。で、まずこの TPP 国際情勢どう変わったのかってことなんですけど、もうこれちょっともう字がちっちゃいんで、説明もしません。結論を言うと、ここの結論を言うと、ここのちょっとピンク色、
ピンク色の国とはもうすでに、貿易がなされてるってことです。農産物だけじゃないですよ。で、関税が下がって、お互い風通しのいい貿易をしましょうというのがもうピンクのところではすでに始まってますよってことだけ分かればいいです。つまり我々が知らないだけであって、もう国際社会は自由貿易なんですよ。自由貿易、じゃあ自由貿易になってきた時に日本の農産物今どうなってるか知ってます？どのくらい、世界から、輸入品が来てるか。あ、じゃあこれちょっと聞きましょうか。県立大ではこういうの習う？習わない。あら、県立大はそれなんて教えならんとかな。教えならんよね。じゃあ農大の、39期生農大この前卒業したろ。あら、農大でも教えてやらせた。いかんね、いかんな。仕方ないな、その先輩のも宮本アグリアドバイザーに頼もうかな。7割。いやいや、7割じゃなくてどのくらい金額金額でどのくらい日本に入ってきてるから。2兆円。はい、他に2兆円より多いと思う人。じゃあ多いと思う人ってだけ手挙げて。少ないと思う人、じゃあ多いと思う人から。多いと思う人は、はい。じゃあ少ない、あ、じゃあみんな多いと思ってる。あ、じゃあ言って、何兆円って。もうセリみたいになってきたけど、はい、2兆円いないか、3兆円いないか。あ、7、はい、7兆円以外が他いないか。で、まあセリするわけじゃないけど、まあ、答えを言うと、輸入と輸出の現況で、輸入は 6.6 兆円です、うん、いい、さすが農大、よかったよ、6.6 兆円。で、一方輸出ね、今1兆円目指してますけど、まだ 0.57 兆円ってことは、先ほど言った国際社会の中でお互い貿易しようぜなんて言ってるけど、日本は農産物に関しては 11.6 倍まだ輸入の方が多いんだよってことなんですよね。これが後々我々の農業人生を大きく変えていきますからね。ここはちょっと覚えててくださいよ。さあ、で次が、じゃあまず先ほど輸入が6兆円入ってきてますね、日本にね、6兆円。じゃあ我々農家が、いくよ、我々農家が1年間で生み出している、生産している野菜だけじゃない、農産物はどのくらいあるか。はい、分かる人。さあ、農大チャンス。こちら農大の先輩もいますけどね。俺に当てるなって顔してるんだろう。俺に当てるなって、さあ、世界中を飛び回ってきた、そんなのは見てないよね。見てないよね。ね、で答えを言うと、農産物の売り上げ1年間どのくらいなのって、これ全部、これ農林水産省のデータですからね、はい。でこれが、ここですね、ちょっと字がちっちゃいけど 9.27 兆円です。国内産出が 9.27 兆円。で、そのうちお米が 1.74 兆円、野菜が 2.45 兆円、果実が 0.85 兆円、畜産が 3.25 兆円。つまり、我々農家が生み出しているのは 9.3 兆円。でも、輸入は6兆円ですよ。ってことは、日本国内で農産物はどのくらい流通しているのかっていうと、16兆円流通しているんです。16兆円流通している中で、日本国内では 60%、 なんと外国で 40% なんですよ。怖えーと思いながら。まあまあ、ちょっとスケールの大きな話から入ってるけどね、まあ、これもちょっと頭の中の片隅に入れとってください。じゃあ次いきますよ。そもそもさっきのキーワードであった超高齢化だの、農家の人口減少って、これ本当なの？まあこれ本当ですね。今日本の就業人口というのが、168万人。でこれ1950年、いわゆる戦後間もない頃ですね。1950年は1500万人いたのが、今168万人なんで、まあ、ほぼほぼ10分の1になりましたよね。10分の1で、さらに、これも皆さん方ご存知の情報だと思うんですけれども、65歳以上の方が 68%。 何、65歳以上の人が 68% でしょ。これ僕もコンサルだから、10年前からこれずっと見てるんですけど、昔65歳以上の人が 64% だったんだよね。で毎年 1% ずつ上がっていくね、これ。で結果として、今168万人いるんだけれども、その 68% の65歳以上の人を引くと、結果53万人が64歳以下ってことなんです。だから64歳以下は53万人しかいないっていうことなんです。いきますよ。ってことは、いきますよ、
9兆円の産出額があって、これここ最近変わらないです。ずっと9兆円日本の農業は生み続けてます、生産してます。で農家が減ってくるわけでしょ。ってことは9兆円あるのに生産者の農家さんが減ってきたってことは、一人当たりの所得これ上がってるんじゃないのってことなわけ、単純にね。で実はその通りなんですよ。農家が減ってて産出額が変わんない、増えてるんだったら農業所得増えてる。で今農業所得どのくらいかというと、ここです、668万円です。これあくまで事業経営体ですよ、事業経営体。もう農家っていっぱいありますからね、自給自足の農家からもう3単4単持ってるだけでも農家、下手すると5アールでも農家ですからね、自給農家。でまだ668万円です。はい、今なんか668万円が平均所得、農業所得って聞いた瞬間になんか若干ズドーンってなった方がなんか音が聞こえたんですけど、まあまあ皆さん方はおそらくここをクリアされてると思うんですけどっていう、まあ嫌味も言いつつ、いかがですか、農業所得の668万円ね。ああなんか俺は全然余裕だよってなんか豊本さんがしてるけど豊本さんなんか確かね、1200万ぐらいだったっけ農業所得ごめんごめん、数字弱かったね、まあ、このように、あくまで平均なんです。で何言いたいかというと、農業って、むちゃくちゃ儲かってないイメージももちろんある。それはなぜかというと、農業所得っていうのは農業全体で見るとやっぱり全部の農業者で割ると191万って少ないんです。やっぱ全部で割るから、農家の人数で割ると。ところが主業農業者っていうふうに頑張ってるというか、そういうめちゃめちゃ頑張ってる人たちだけで割ると668万円。でも なんでこの話を同時にするかというと、先ほど例えば竹園さんみたいに今から農業するぞっていう人たちに、いや農業って191万円だよって言ったら、やめようかなって思うわけですよ。いよいよいよ平均すると668万ですよとすると、ああそんならちょっと頑張ろうかなって、まあ、夢もある話なんです。だから特に森さんとこのね息子さんもそう。でも何をここで伝えたいかというと、今の農業っていうのはここからポイントですよ、まあ、ここまで聞けばお分かりの通り、実は他の産業よりも超格差社会なんですよ。超ですよ、118万と668万ですよね。でこの話を皆さんなんとなく肌で感じてるんだけど、もうここはもう私の知り合いだけしかいないってことでも何でも喋るんですけど、なかなかあんまりオープンに喋るといろいろバッシング受けるんで喋らないんだけど、格差社会なんだってことを分かって農業しないと明日からね励みにならないのよ。だから僕は農業ビジネスセミナーやこういう農ビジセミナーのところでは包み隠さず、正しいというか現実の話を皆さん方に突き詰めてもらいたいということでこんな話をしています、はい。でさらには、この話先ほどありましたよね、規制緩和、農業参入の自由化、これって自分たちに影響がないって思ってるんです。ところがあるんです。例えば今農業法人という農業が株式会社になったり会社になったりするのが今全国で 18,236会社あります。ということで、ここですね、 18,236 で農業の新規参入の企業が農業参入するのが2676。でもこれって、今も大体3000社ぐらいです。3000社ぐらいあります。でここの合わせると大体2万1000社が農業の会社です。いいですか。で今、今度また参院選ありますけれども、このまま安倍さんが政権を取っていくこと前提でいくならば、安倍さんは3年前に、失礼しました、5年前に、内閣総理大臣になった時に何を打ち出したかというと、もちろん皆さんが知っている3本の矢で、アベノミクスの経済政策も打ちましたけれども、農業にもメスを入れるというふうに言われましたよね。で農業にメスを入れて農業も規制緩和していきますよって話もしました。でもう一方で農業の会社、いわゆる農業法人を5万社にするっていうふうに言っています。農業の会社を5万社にするっていうふうに発表しています。でもここからもう一回話あっちこっちと言いますけど、もし日本に5万社農業の会社ができたとします。でその5万社が1会社あたり1億円の売り上げる農業の会社が5万社日本にできたとしましょう。
これ電卓で弾けば出てくるんですけど、誰か暗算できる人いますか？5万かける1億円。さあ、総務課がいたの、そういえば。さあ、総務課のお二人に、ちょっと総務課のお二人に、さあ、いきますよ。5万件の農業の会社が1件あたり1億円の売り上げを上げます。そうなると、出ました、竹園さん、あ、計算してない、5兆5兆なんです、5兆、ね、ってことは、もし5万件1億円を売り上げる会社が日本国内にできたならば、もう5兆円売り上げが成り立つわけ。でも待ってくださいよ、さっき日本国内で9兆円って言ったじゃないですか。もう5万社会社ができれば、ほぼほぼその会社にもう任せちゃえば日本の9兆円は賄えるんじゃないと、っていうのが今の日本国内のリアルなんですよ。でこれを今国は推奨してるんです。だから大規模化になりなさいっていう話を実は僕は言ってるんですよ。大規模化になりなさい。でもちゃんと後で大規模化じゃない話もしますよ、はい、つまり今この 9.27 兆円っていう今国内農産物生産額を既存の農家さん、そして農業の会社さん、そして新規農業者さん、そして農産物の輸入、これらがここの取り合いをしているわけですよね。取り合いを。でその中で今頑張ってるって言われているのが、ここの認定農業者と言われる24万人。ここがほぼほぼ先ほどの年収600万700万の人たちがやってるわけです。これが今の日本の、だってこれ別に僕が言ってるんじゃないですよ。先ほどのデータは全部農林水産省がホームページ出してるやつですよ。もう毎回ホームページ出してますから。でそれを僕が解説してるだけ。じゃあ30年前から何が変わったのかっていうと、いきますよ。30年前はこの9兆円を誰が取ってたのかというと、ここだけで取ってたわけです。つまり農家による、農家の農家による農家のための9兆円だったんですよ。農家だけで山分けしてたんですよ。ところが今は農家の中でも頑張ってる人、農業法人してる人、新規農業参入してる人、はたまた輸入の商社っていう人たちが、この日本のたった9兆円をガン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 来てるってことってことなんですよね。つまり今の日本の農業で何が行われているかってことに、まず気づいてほしいポイントが、胃袋の取り合いが始まってるってことなんです。胃袋の取り合いで、まさか胃袋の取り合いが今日本で行われてるの、なんて言ってたらえらいことになります。でもう一つ、規制緩和による農業自由競争の話なんですけども、この話もですね、結構耳の痛い話になるんですけども、2008年の平成21年ですね、平成21年に農地法が一部改正されました。この一部改正することによって、リース方式であれば誰でも農業に参入していいですよ。これって実は規制緩和なんです。いわゆる今まではダメでしたよっていう規制を外して、規制を緩めます。つまり法律を変えることによってルールを変えたわけ。でルールを変えたら何が起こるかというと、実は勝つか負けるかという自由競争が始まるんです。今まで農家の農家による農家のための農業だったのが、農家の農家による農家のためだけじゃない農業になったわけですよ。なのにそのことで、やべえこれ俺頑張んなきゃ、俺焦らなきゃっていう焦ったり急いだり緊張したりしてる農家さんが今日本全国にどれだけいるかってことだね。もう歴然だよね。これから先どういう人が生き残っていくか、一事例を出しますと、小泉首相が総理大臣だった時2000年、まあ正確には1998年に大型小売店舗法というのが廃止になりました。この大型小売店舗法というのはどういう法律だったのかというと、昔はお店はこのくらいの広さまでしかお店は作っちゃいけませんよっていうルールがあったんですよ。ところがアメリカの圧力かかって、そんなんじゃアメリカのスーパーマーケットが入れなくなるから、その法律はやめてくれって、そこで日本は分かりました、それを廃止しますということで、この大規模小売店舗法、いわゆる大店舗法を廃止することによって、このくらいの大きさまでの店を作っていいですよって法律が変わったんです。これ規制緩和です。そしたら何が起こりましたか。地方にはイオン、イズミ、ね、いろんなスーパーマーケットがガン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 できたわけですよ。
そしてその後副産物としてそれまでの商店街シャッター通りができたわけです。つまり代が出競争で勝つところはいいんだけれども負けたところはシャッター通りになったっていう、当時話題になりましたけど今はもう誰もシャッター通り話題にもしない、そのくらい規制緩和があったってことは弱肉強食のふるいにかけられる時代になったってことなんですよ。でこの話は僕はもうノーテラスが始まった、2012年からずっと俺してるんですよ。もうずっとこの話してるんですよ、うん、だからもう気づけよ気づけよって、もう今からこれ抜け出さんともうやばいことになるぞって言うけど、農業業界はまだしぶといんです。なぜかと幕末だから、幕末っていうのは明治も大きく変わるまで40年かかりました。大正デモクラシーまで40年、そして、原敬内閣が平民内閣を作った。でそれまでは、薩長政治だったところに平民政治になるというふうに、明治維新になっても40年かかってやっと近代化していったわけですよね。そのくらい農業も今からもしかしたら20年30年かかって変わっていくかもしれないけれども、確実にそっちの方に行ってるのは間違いない。でも規制緩和されてるのってもう別に農業だけじゃないですよね。 ご存じの通り NTT だったり、それこそ、JR にしろ、全部これまで、税金を納めきれてなかったところがどん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 規制緩和して自由競争にさせられていったってことです。つまり我々は今農業の自由競争、胃袋の取り合い、格差社会というこの大きな3つの局面で農業を、やらざる得ないっていうのが大前提なんですよね。でここまでお分かりいただいたところで皆さん方が、じゃあ山下さんってそうなるともう大規模農家だけしか生き残らんじゃないとってやっぱなるわけですよ。で正直言うと私は3年ぐらい前まではそうよ、大規模農家しか残らんよって実は言ってました、ね、だから小規模農家は生き残る道はないってっていうふうに言ってたんです。ところが違う、大規模農家も大規模農家なりに、大規模農家は大規模農家と戦わんといかんという、うん、だから大規模農家も実は非常に苦しくなっていく。なぜならばここからいきますよ、いよいよ大規模農家の生き残り方っていう話を今からしますからね。